はい、というわけでこういうあらすじが見れることをね、今更流れに気づいたんでね、これで説明がしやすいっすね。次はマメリア空港に行きます。あれ、ピーチ姫って恋奪われてんじゃないのみたいな感じなんですよね。そのピーチ姫がマメリアにね来るらしいんで、マメリア空港の方に向かっていきたいと思います。マメリア国際空港は、ああはい、ありがとう。ここになぜか知らないんですけど、国際空港や言うてますのにサンダールによって2つに電気を灯さないといけません。国際空港なのに便が悪すぎません？ちょっと国際空港なのにね、すげえ交通の便悪いよな。まだ無理だね。じゃあ、この後、あ、セーブル館ね。お、国際空港来た。あ、うわ、なんかすげえ空港っぽいね。スーツケースとかが送られて。なおのことさ、あそこの交通の便どうなってんだよ。で、くぼみがあるのもよくわかんないしね。国際空港来ましたね。PG メールした飛行機の到着が遅れるようですわ。遅れる。噂に言うと、キロ国が超VIP？ VIP？ あ、VIP ね。ヒップって聞こえた。なるほどね。で、ギラギラソーダ飽きないの。そんなもんあんだ。へぇー。あ、マリオさん、ルイージさん、豆バーガーお呼びですわ。この先の滑走路までお越しくださいませ。飛行機だとね、走る場所ですね、滑走路っていうのは。滑走路に、滑走路にもちゃんとあるわ。おー、マリオブラジャーズの。アハデミーの活躍、豆の女王様、大喜びぞえ。うんうん。ところで、ピーチ姫を迎えるにあたって、ちょいと問題が発生ぞえ。この滑走路にパークンフェルが根を張りおって、なんでさ、急にさ、マメリアにさ、キヌ公国のさ、クッパの、なんでクッパ軍団のパークンフェルがいんのかな。このままね、飛行機の着陸ができんぞな。パクフラグと引いた方が早いんじゃねえか。うわぁ、本当にいらっしゃるわ。目に見えていらっしゃるやん。何してんだ、ルイージ。え、何、手入れがなったら本当だよ。手入れがなってないぞ。まあ、ゲラゲモダイはそれどころがなかったぞな。ルイージ。とりあえず、パクフラをなんとかしてくれや。これをピーチ姫は嫌とは言えんだろうが。さあさあ、マリオブラジャーズの働きを見せくれあげんじゃ。コーヒー飲んでる場合じゃないので、このバックンフラウをどう処理するかですね。多分なんだけど、ちなみにこれジャンプすると痛い目見ます。いけダメだよね。そうだよね。ジャンプはもちろんダメです。ということで何をするかというと、ハンマーかハンドです。多分な、え、GBA の時どっちだっけな。確かハンドは絶対正解なんだけどね。まあ、試しましょう。ハンマーで、行くよー。えい。あ、一発か。まず、こうやって倒、いや、経験値引く！倒しました。ただ、出てくるんですよね。こういう風に何回も戦っちゃうんですよ。倒しても。どうするんだ？ってなった時に、パックンフラワーは、ファイヤーボールで消す！あれ？回復すんの？え、あれ？サンダーで行った。サンダーはいけんのか。あれ？なんでファイヤーで回復してんのお前。出てきちゃうね。あれ？ここのパックラバトル倒してもすぐに復活。なんとか倒せる方法。そうだね。このままじゃ絶対無理だね。なんか、なんかあるな。なんかあるな。あ、思い出しました。別にこれ、バトルで倒す必要がないんだった。パックフラワーは、まあ、原作ならファイアボールでいいんですけど、僕は今思い出しました。水をも与えましょうかね。ああ、もう話ばっかわかるで、この人に多分。はい、パックフラワー。とてもとても興味深い。水分をすぐに吸収してしまうのだ。雨の日などは濡れた花びらに雷のうち感電しないよう地面に潜るという習性もある。ということで、どういうことかと言いますと、この後にハンマーを使います。そうすると、水分を吸収します。ここで、サンダラ！はい！
そうすることでね、パックンフラワーが除去されていくんですけど、今卵にヒビが入りました。あの卵は一体何でしょうかという話ですね。まあ、いわゆるパックンフラワーも巣を作る、なんかミツバチみたいな習性があるんで、ということは そしてこいつもこうなるんですよね。ということはあと3つをやると何が起こるか。サンダルでこうしてまた割れて、じゃあこれがラストですね。さあ感電させて、この巣が壊れて、おーい、どうすんだ、おい。いやいや、堂々巡りもへったくれもない。恐ろしいことが今起きてんの知らないのか、お前。いるなー。もうシンボル、もうどうする、おじいちゃん。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。おじいちゃん、すごいことなってる。おじいちゃん、すごいことなってる、あいつ。ちょ、ほい。もちろん聞きませんよね、そりゃ。じゃあ、覚悟を決めていきましょうか。聞かねえ。というわけで、マザーパックン。そうそう、ボスパックンじゃねえんだよな。で、邪魔なやつらは、ルイージの攻撃で処理するんで、マザーパックンから処理しましょう。さあ、ボス戦というは、いえども、こっちもレベルを上げてきたぜ。最強ボス、チョッパーブルス、まずはご挨拶行こうや。せーの、はい、よいしょー。2、2出るやったら148だもん。え、あ、そうか。マザーだから。マザーだからそういうことになるのか。でもね、もう終わりですよ。ノックバックで殺します。行きまーす。雑魚処理はお任せを。ゴー、行くぜー。はい。オッケー。下ごー。ナイス、せーの、まとめて処理したね、これで。あとはモモザーだけです。呼び出そうがノックバ早っ。え、な、誰その、その、こいつ誰、パックオフラウド青色出てきてる。まあでも堂々巡りなんで、チョッパーでやっちゃおうかな。チョッパーでやっちゃいましょう。もう本気モードか。まあこっちの火力がね、この前の偉いボスっちゅうやつをつけたからね。クラウドダメージも増えてんだけどね。嘘でしょ。えらいボス強いんじゃ。てれれれー。いや、ちょっと待って待って待って。てれれれん。ちょっとてれれれんじゃねえよ。あー、ハイラルの力って強いんだね。ちっそ。あ、踏んだ。あはは。想像以上にね、このルイージのエライフォース、与えるダメージと受けるダメージが共にアップが、思いのが強かったっすね。そもそも攻撃を一撃も受けてない。エライフォースでやばすぎん、やっぱ。やっぱこれ壊れのまんまだな。壊れアクセサリーのまんまじゃねえか、これ。ようやった、ブラチャーズ。これで PGM を迎えることができますぞい。お、来た、いやー、PGM の飛行機、こうしてみるとなんか、おしゃれやな、絹広告の飛行機は。皆の者静粛に、絹広告の PGM ご挨拶添え。あー、PGM 来とる。うん。あー、喋る喋る喋ると。マリオ、ルイージ、あれ？マリオ、ルイージ、ご苦労様でした。あれーってなってるよ。二人ともめっちゃ驚いてるけど。あなたたちが無事で私安心しました。あれ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 、めっちゃ驚いてる。そんなに驚かんでくだされ。ピーチ姫の恋など最初から盗まれてなかったのですぞ。これが、かなり前だったかな。マメック王子がピーチ姫の声を心配しなくても大丈夫さって言ってたイベントがあるんですけど、そういうことです。
だいぶ前ですね、ゲラギウマのピーチ姫の声を狙ってると分かったんで、僕が先回りして知らせてあげたのさと。つまり影武者がいたってことです、ピーチ姫の。このピーチ姫は影武者だったってことですね。だから声の汚い影武者がいたってことで言われます。ぶっちゃけで言えば、あの声の汚い影武者を雇ったってことになりますね。あー、そんなところにいたの。声を盗まれたらこっちのピーチ姫だったんだよ。もう見た目をこんな、キャッシュー、キャサリンだ。確かにキャサリンなら元の声はピーチ姫とは似ても似つかんわ。投げキスしてるけど、避けられてるけど、困ってるけど、追い回されてるけど。あ、マメラ女王、言うた通り我ら方が一枚も二枚ってば奪手だったのじゃ。マリオ、ルイージ、心配かけてごめんなさい。あなたたちがピーチ姫に駆けつけてきた時、すぐにコントロールしさせようと思ってましたが、クッパがやってきた。そうだね、クッパが知ってたら。でもね、その方が良かったんだよ。今言っちゃうと、クッパがいた状態の方が良かったんだけどね、本当は。もう。でもま、ゲラゲモノを倒せたということで、魂は残ってんだぞ。マメッコ王子、もう気づいてるか分かんないけどさ、ゲラゲモノの魂は残ってんだぞ。ところで、スタービーズ、そうだね。まず、スタービーズが4つに散らばってしまってるっていうのも大事ですね。どうやら、4つの武器がどっかに落下したらしい。スタービーズを探しに行ってくる。まあ、ほとんど探すのは俺らだ。いや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 。多分、俺らしか、観光旅行を楽しんでくださいって言われてもな。ん？お、マリオ殿、ちょうどいいところに。マリオ、ルイージ、今しがたマメラ女王と話し合っていたのですが、このマメリア王国にリトルキノコというキノコの町があるのはご存知？あんまり知らないっすね。このコリに移り住んだキノピオの町ですぞ。せっかくマメリアが来たのですから、キノコ国の代表として、やめとけやめとけ。すぐそういうことをし始める。なぜピーチ姫はこうやってなってしまうのか。それは結構な話だが、リトルキノコに行くよ。キハのデヘヘバレーを取るんだ。デヘヘバレー。はい。デヘヘバレーはモンスターも多いし、ピーチ姫はちょっと、いや、かなり危険かと。キノコ王国の G 代表として私は反対ですぞ。顔真っ赤になって戻るやん。見知らぬ土地でモンスターがいるとこ通るなど、もってのほかですぞ。キノ G が出るゲームもなかなかないからな。でもまあ、マリオ殿、マリオ、そういうわけなので、一緒にリトルキノコ行ってくれますか？いいえ。ルイージ。ルイージ、ノーノーって言っとった。マリオ。埋めやがった。もうルイージ、マリオはもうピーチの言うことは絶対なのね。いやいやいやってなってたもん。その人たちの姫は美しいだけでなく賢く勇敢そうな嘘こけや。そうでもねえぞ。いたすとでもあんなことなのし、いたすと。デヘバレは城下町を出て北東に向かうといいじゃろ。じゃあデヘバレの方に向かいますか。ここに引っ越してるんですよ。ほら。だいぶ広いとこ工場になったね。おう、やってきたな、マリオブラザーズ。見るだよ。ここは俺たちの新居だ。前より部屋が部屋からなったら仕事もやりやすいだよ。まあ、ちょっと薄暗いけどね。前より薄暗くない？ここに来たってことは、まあ、パワーアップしてほしいんだな。どうするかや？もちろん高でええわよ。もちろん叩き直してもらいましょう。そうしないといけないんでね。はい。よっしゃ、直のハンマー借りるだよ。ここで粉々になったら確かに面白いけど。なんかまた必要な素材がいるんじゃねえかみたいな。そういうのも思うかもしれないですけど。あー、ちょっとなんか綺麗、なんか色が変わった。スーパーハンマー。そう、今まで壊せなかった銀色の岩が壊せるようになりますね。はい。私は悪者ここに来るだよ。また立ち直して、もっと強いハンマーにしてやるだよ。
まあ、このカナンとズッチにねもう一回お世話になる場所がありますね。あ、これだね。ちょっと工芸のせいでわかんないけどあ、もうありますね、これ。これですね。この金色の岩場はまだもうちょっとかかりますね。